よし。なんだっけ。SSD、4 テラ買いました。追加で。で、今まで買ったことないメーカー、まあ、安かったんで、ここですね。なんて呼ぶんだろう。ランキシャーナ。ランキシャーナ。わかんない。M.2 の PCIe 4.0。4.0 って最近のやつだね、きっとね。PCIe って言われると僕は自信ない。うん、うん、うん、そう、自信ない。これが、サンダーボルト 4.0 とかだったら最新だなっていう、わかるんだけど。うん、まあ、これがうまくいくのかわかんないですけど、これと、で、ケースをいつも3000円ぐらいの、M.2 の、なんて言えばいいんだ、10ギガベースの、うん、やつを使ってたんですけど、まあ、1個試しに早いの買ってみようっていう風で、サンダーボルト4仕様で、読み込み、書き込み両方合わせてマックス 70GB。パーセカンド。うん。うん、めちゃくちゃ早いよね。要は、あれだよね。ほぼほぼ、Mac とかの内蔵と、うん、同じスピードが出るのではないか、実際わかりませんが、ちょっと組み立てて検証してみたいと思います。ということで、開けよう。なんか、良さげ。放熱性良さそうだよ。熱伝導率が高そう。中身は説明書と、なんていうんですかね。こう、放熱の、その、なんか粘着性のやつと、で、これがケーブルですけど、ケーブルが果たして、はい、どの程度の速度が出る規格のケーブルになっているか。とりあえず、なんか、何も刻印はないので。で、持って、はい、スクリューって書いてあるね。ネジっすね。あ、こんなのなんだ。プラスチックというか樹脂の柔らかいやつだね。これちょっとマニュアル見ながらやらないと危険だね。はい。なんか金属のプレート。で、はい。なんか検査証みたいなやつですかね。日本語あるのかな？スペイン、ドイツ、オランダ、フランス、こっちは？中国、イギリス、インドネシア。へぇ、日本語あった。ヤマトって書いてある。やるね。誰に習ったのか。ねえ。USB 4.0 タイプ 40GBps ケースって書いてあるな。あ、そうかそうか。こっちのカードが MAX 70GB で。あ、うん、そう、両方転送時に。読み込み価格もどっちか 40GB とかだと思うんだけど。ケースは 40GB。ハードディスクドライブの取り付け。ハウジングカバーを開く。次にシリカゲルプラグを適切な穴に挿入します。OK。やってみよう。まずは、ケースを開く。どうやって開くの？え？あ、開いた。力技で開いた。で、ここにスクリューをはめるんだな。めちゃめちゃちっちゃい。ピントが合ってるのかわかんないけど。ちょっと、小ささを。これ。超ちっちゃい。このサイズ感。指がこんなもん。はい。これをはめるそうです。この穴にはめる。よし。で、どこまではめるのが正解なの？これ。これ多分奥まで入れるんだよね、きっとね。違う。これ引き抜くためにあるんだ。これで正解だ。うん。こんな感じで入れてみて、手振りがすごい。で、上のこのつまみは、こう引き抜くためのつまみで、これで良いと予想です。で、次。シリカゲルラジエーターをハードディスクに接続し、アルミニウム板をシリカゲル板に接続すると。だから M2 ハードドライバー開けろと。これを開けます。これで、これに、まずこのシリカゲル、これをつける。問題はどっちにどうつけるのっていう話で。でもこうでしょ刺さり方としては。で、こう止まるから、まあこうだよね、やっぱりね。ね、うん、この面だね。ペローン。カメラのいい位置でやると。むずいので。このまま。よし、貼れた。まず、シリカゲル。てか、シリカゲルなんだ。っていうの。そうなんですよ。うん。今知った。
シリカゲルってね、僕らはあの、吸水の、除湿のね、マイクしまうときとかに使いますけど。で、今度このプレートをくっつけるということらしい。で、これでくっついて、で、これを、ここに刺します。刺して、で、ここに挟んで、で、普通は僕らが今まで作ってきてつって、ここは全部ビス止めだったんだよね。ビス止めなんだけど、ここがシリカゲルの、と書いてあるマニュアルには、樹脂製のものになっていて、なんでだろうね。ああ。導通しないようにか。あと、まあ、単純に工具いらないですよ、ね。ああ、そういうこと。完全に。ついてますついてんだけどね。ケース側は工具いらなくていいようにって言って、ね。で、さっきのつまみで回せるので。なるほど。これで、何々マニュアルによると、で、もう蓋していいんだ。あ、こんだけ。お、ビスいらないのこれ。これで押して、あ、ビスいらない。ビスいらないんだ。完全工具いらず。へえー、すごいね。そういう作りみたいです。この、なんて読むんだろう。読めないです。まあいい。マイを分からん。分からんな、うん。前に買ったやつはさ、ビス止めで、で、ね、ちょっと緩んできて、そう、誤動作しだしたりして、定期的にマス締めしないといけなくて。あ、うん、細い、スリットもついて、なんか外しやすいように。そうそう、ね。うん、ここに、そう、爪を引っ掛ける。うん、で、これでもう、Mac で試せると。いうことかな。よし、ちょっと向こうに行こう。ケーブルがあれか。付属のケーブルにしますか、ちゃんと。来ましたね。じゃあ、初期化。これを、消去。APFS、VDOF。で、何にしようかな。ムービー、SSD とかにしますか。よっ。はい。で、できて、マウントされた。で、4TB ある。で、最近やってないんだけどさ、みんながよくやってるさ、スピードのあるじゃん。ああ、はい。ブラックマジックの。あ、ブラックマジックなの？確かね。ちょっとググってみようか。昔使ってたけど。あ、ほんとだ。ブラックマジック、ディスクスピードテスト。これを入れてみよう。あ、これこれこれ。これで、スピードテストで、ドライブを選ぶんだよね、きっとね。Will it work?これは、なんかね、エンコーダーの、ストレージじゃないな。これは。あ、ここか。ここで、ターゲットドライブだ。うん、セレクトターゲットドライブ。これで、ムービー SSD。これを選んどいて、行くぜ。うん、お。うん、896。なんか、両方とも800メガ BPS ってそんな速ないよね。うん、そうなんですよ。なんですか普通の SSD って感じに、うん。え、これ終了、なんか押さなきゃいけないのかな？え、押してみよう。終わった。そういうことらしい。800メガって、全然速くないぞ。普通の、ほんと普通の、うん、昔のサーターよりちょっと速い。普通の SSD ぐらいじゃない、うん、よりちょっと速いっていう。うんうんえ、なんか。一回内蔵やってみますか。やってみますか。うんうん、内蔵行ってみますか。うん、えい、うん。うん。やっぱ早いな。早いな。で、今、つなぎ方が、こいつのフロントから行ってるんで、この、あうん。それで、っていう可能性がある。ここのポートがもしかしたら。うん。うん、なので、MacBook Pro に直接してみようと思います。さっきの、これ。いきます。イエーイそういうことね。直でやらなきゃね。おぉ。はいはいはい、はい。激っ早じゃないですか。うん。うんじゃあ、今まで使ってた SSD もついでにやってみますか。うん、全部直接でやってみよう。で、ケーブルは同じにしよう。なるほど。うん。今回の。じゃあ、
ちょっと重みがある、ね。うん。あの、なんかすごい作りしっかりしてるから。うん、いいじゃん。これでレビュー、ん、文句言ってる人いたけどね。あ、ほんと？いや、あの、矢崎さんと一緒に、あの、重いからっつって。ああ。なんか評価落としてた人いるけど。しっかり。じゃあ、最近使ってる、これ。このケース。ね、中身は、20GBps だったっけな、のカードが入ってて、ただケースが 10GBps。安いやつ、2、3000円の安いケース。はい、マウント来たので、いきます。そんなわけないですよね。普通にハードディスクですよ。ケースクソってこと。しかも終わらない。ケース買い直しじゃん、全部。これはいかん。ちょっともうストップ。何かは概要欄に載せときます。こんなんで俺作業してたんだ。すごいね。すごいね。あんま音できないんだけど。様子おかしいし。ちょっとおかしいよね。おかしいと思う。ちょっと動きが怪しいので、一回再起動して。うん。これでもう一回やってみようか。変わらん。マジか。ちょっと、じゃあ別ドライブにしてみよう。なんだろう。ちょっと気を取り直して、じゃあ次、クルーシャル X8。まあ、これも概要欄載せときます。これ。いきますよ。うん、まあ、普通の 10GBP。うん。本当。10GBps。うん。そうですね。正常ですね。はい。はい、クルーシャルでした。次、まあ定番、サンディスクの、またこれも概要欄載せておきます。うん。まあ、サンディスクの一番遅いやつだから。うん。うん、はい。まあ、予想通り。まあ、サンディスクもいくつか、何枚も持ってて、早いのもあるんだけど。まあ、まあ、うん、いいでしょう。問題は、こいつですよ。このケースが、クロート志向のケースなんだけど、で中身はクルーシャルだから、なんか、うん、まあ、そう、定番感が半端ないんですけど、そうなんだ。天気が出ないとまずいんですけど、なんで？もう一個、このサウンドライブラリーも同じの使ってるんですよ。ああ、そうですね、これと、うん、これ計測してみようか。うん。お、こっちは普通に天気が出てる。うん、はい、ちょっと待ってて、今動画撮ってる。落ちた。まあ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 、ね。うん。おっせえな。そうね。で、これは、今、要はカルテージの、そうですよね。ぶら下がって、でも、後ろ、天気が出てるはずなんだよ。うん。おっそ。いや、だいぶ遅いですね。え、ダメじゃん。これケース買い直しじゃん。うん。ケースを、多分、これにしたら、めっちゃ変わるよね。うん。ああ、これケース、ケチっちゃダメってやつだね、やっぱりね。もうダメ。もうダメ。はい。ということで、結論、どうも、今のところ仮説としては、このクロート志向のケースは、どうもダメ臭い、うん。うん。が、もしかしたら中身っていう可能性もあるので、ちょっとこのケースをもう一個買うんで、入れ替えて、そうです、うん。で、それがどうかっていうのはちょっと第2弾として、我々の検証事項。ということで、まあ、厳密な回答というわけじゃなくて、まあ参考にもしなれば、まあ音楽作ったり動画作ったりしてて、人で SSD がね、速度が必要っていう人がいると思うので、参考になればって感じで、ただまあこれの組み合わせは最強だったね。素晴らしかった。うんうんうん。まあもちろん長時間使ってるわけじゃないから、耐久性とかは、まあこれからって感じですけど、うん。あんだけ速度出てれば、もう申し分ないって感じです。はい。とりあえず今回は以上で。さよなら。